皆様こんにちは、オーボエ奏者のもがみです。今日のもがドライブは、先日放映になった、題名のない音楽会のちょっと裏話的なものを話せたらなと思ってカメラを回しています。先日のね、収録ですかねは、普段僕が、使っているオーボエじゃないメーカーなんですけども、国産楽器の特集ということで、ヨーゼフさんの楽器をお借りして、収録に臨みました。それで実はですね、収録の前に打ち合わせを兼ねて、九段下にあるヨーゼフさんにお邪魔をして、いろいろ打ち合わせさせていただいたんです。その時に実際にその放映で使う楽器、収録で演奏できる楽器を、その時にどれ使いますかみたいな感じで、試させていただいたんですけど、いや本当に全部いい楽器で、いろんなモデルがあるんですよ、ヨーゼフさんって。でいろんなモデルを本当に試させてもらったんですけど、全部本当に特徴があってね、面白くていい楽器ばっかりでした。ただ僕が、普段使ってるシステムがフルオートなので、今回はベーシックモデルのフルオートのがある、楽器をお借りして演奏させていただきました。数週間ぐらい前かな、収録の前に借りてお借りして、もちろん練習をしてというか、楽器ってそれぞれ特徴があるので、じゃあその場ですぐ楽器吹いて吹けるっていうもんでもないですよね。管楽器は特にそういうとこあるのかな。でも今回本当びっくりだったのは、びっくりだったっていうか、普段使ってるリードのセッティングそのままで、普通に違和感なく吹かせていただけたんですよね。ヨーゼフさんの楽器は、僕は昔、大昔に試作品を吹かせていただいたり、あとはねヨーゼフをお使いのプレイヤーさんが、日本にもたくさんいらっしゃるので、その方の楽器を吹かせていただいたりして、本当にいい楽器だなと思ってたんですけども、実際こうやって放映を客観的に聞いてみて思ったのは、自分が思ってる以上にいい音でしたね。なんて言うんだろう、しっかり輪郭がはっきりしている、なんかそういう印象でした。自分の吹いてる手応えよりも多分楽器が鳴ってたんじゃないかな、なんかそういう感覚だったんですね。僕が普段使ってる楽器は、マリゴというところの、フランスの楽器なんですけども、それをドイツ人のシュプリンガーさんという方が改造してる楽器で、それを日本のリペアマンでいろいろ調整したりいじったり改造したりっていう、ちょっとオタク気質な楽器を普段使ってるんですけど、メインで。でその楽器はどっちかっていうと、こう息がしっかり 入るっていう、物理的に入ってるわけじゃないんでしょうけど、イメージとしては息がこう伸びていく、そういう、吹き込みを吹き込むほどなんか、音が飛んでいくっていうようなイメージの、設定の楽器なんですけども、今回その収録で吹いたヨーゼフさんの楽器はすごい引き締まってて、すごい安定感がある印象だったんですね。実際こう録音というか放映を聞くの、自分の演奏の録音を聞くのは実際テレビで流れてるのが僕は初めて聞いたんですけど、その安定感っていうんですか、特に高音の安定感がすごいあるなと思いました。自分で安定感とかいうのもあるかもしれないけど、本当にいい楽器なんだろうなって思いますね。高音の伸びもすごく自分の手応えよりも、鳴ってるっていうか楽器が鳴ってるなっていう印象でした。マイク乗りもすごく良かったし、で実際やっぱり
いろんな人からむっちゃいい音だったねってこう連絡いただいたりコメントいただいたりしてたので、あの本当に僕はその自分のなんだろう吹いてる印象以上にいい音の感じでしたね。実際吹いてる時の印象っていうのはこう抵抗感がしっかりしてて、まあ、さっきも言ったとこう引き締まってどっちかというとタイトな感じだったんですけど、実際楽器がすごい鳴ってるなっていう、あの録音を聞くとね、実際オケでは試してなかったんですけどホールとかでも吹いてみたかったなってちょっと思いましたね。僕実際ですね楽器結構持ってるんですよ、オーブオタクなので、そのフルオートの楽器で、もちろんねあの素晴らしいメーカーそれぞれあるのでたくさん持ってるんですけど、ヨーゼフもね欲しくなりましたよね、やっぱああいう音で演奏できるんだなと思うと、そう本当たくさん持ってる。あたくさんといえばそのフルートのたくさんタク君もね、あの金の楽器すごい重厚感があるいい響きだったなと思いました。普段あのタク君とは、まあ、レコーディングとかで時々ご一緒するんですけど、彼も普段使ってる楽器と違う楽器でこう撮影してたんで、まあ、今回の趣旨がねその客観的な視点でっていうのもあったので、あの我々管楽器はすごく面白くお互いにあこんな感じですねみたいな感じの話をしたりしてたんですけど、あのフルートもねあの金の重厚感の響きすごいなって思いましたね。なんか楽器って本当それぞれ特徴あるんですけど、まあ、結局その人の音がするんですかね、うん、ただ普段よりもどっしりして聞こえました、タク君のフルートが。浜辺の歌も素晴らしかったし、あとピアノの、ね、酒井さんとも久々にご一緒できてすごく嬉しかったですね。本当に素晴らしいピアニストで本当嬉しかったです、ご一緒できて。あとはやっぱりあれですね、深夜さんのドラム、まさかね深夜さんのドラムと共演して上を向いて歩こうを演奏できるとはって思いましたね。アレンジも素晴らしかったですね、本当あの曲、まあアメリカでもね有名な曲ですけど本当いいアレンジで、しかも深夜さんのドラムで演奏できるっていう本当貴重な経験をさせていただきましたね。いないだろうな、深夜さんのドラムでオーボエ吹いたことある人って多分最初で最後かな。またぜひとも共演したいですけどね。あのパールさんもねすごい、譜面台から何からもちろんフルートも作ってるし、ね、いろんな楽器使ってね、打楽器も作ってるし、いろんな楽器作ってるし、まあ有名なメーカーですけど、こっちもねトークも含めてねあのいろんな話できて本当有意義でした。あの大魔王さんもね、あの人やっぱり音楽すげえ大好きなんだなっていうか、本当音楽オタクというかいろんなジャンル知ってたし、あの収録以外の時も、ね、いろいろお話しさせていただいたんですけど、やっぱりこう音楽好きな人が集まって世間話してると、あみんな熱いなと思っていいなと思いましたね。結局そこなんだろうな原点はっていう。であとは本当今回お世話になったあのヨーゼフの中村社長はね、本当素敵な、ポリシーというか楽器に対する思いがあって、ね、演奏家と一緒でやっぱり成長する、うん、次から次へといいものいいものっていうのは、まあ、楽器を作る方々も僕ら演奏家もやっぱ同じ思いなんだなと思いましたね。まあ、本当すごいなと思いました。本当中村さんってベルリンのオケにいたので、ベルリンのオケにいてそれでやっぱちょっと楽器を作ろうって思うっていう発想が、まあ、まあ尋常じゃないですよね、うん、
すごいなと思いますね。本当にその熱意と熱量に改めて感じた収録でした。本当ありがたかったです、うん、あとはやっぱ大名の名古屋会って、まあ老舗番組で僕も何度か出演させていただいてるんですけど、本当いい番組だなって思いますね。あのプロデューサーの方もね、あのつながりがあって今回もあのお声掛けしていただいたんですけど、本当にこう音楽に対する情熱というかがあって、まあ、その方も本当音楽が大好きっていう、いろんなジャンルもね知ってるし、いや本当嬉しかったな、出させていただいて。もうね、たまたまね、あの先日のカンジャムと題名のない音楽会の収録がこう、まあ、結構間隔が空かずに続いたんですけど、本当になんかありがたかったですね。あとはもう容姿見た目に関してはですね、まあ、あの皆様のご想像通りというか、まあ本当にいろいろとあのなんて言ったらそういうの、ご迷惑をおかけしてとは言わないと思うんですけど、あの勘違いをさせることが多々あったみたいですが、今回もあの衣装をね提供していただいて本当ありがたかったです。あの前回撮ったモガドライブでもあの説明しましたけど、はい、衣装をご提供いただきました。本当ありがとうございました。で、実は今日その時に題名の時に着てたインナーの話をその前のモガドライブ動画で言ったんですけど、あのインナーの T シャツはですね、実はあの東京交響楽団の、オリジナル T シャツを着て、ました。ジョナサン・ノットのねスコアの、手書きのなんか注釈とか入ってるのを、T シャツにプリントした、まあ、東京交響楽団のオリジナルの T シャツがあるんですけどね、もう今売ってるのかな、限定品だったかな、その T シャツをね着てみました。あとなんかツイッターでもすごいなんかよく見てくださってるなと思ったのは、あのチーフとリードの人と、時計のバンド揃えたんですかみたいなコメントをいただいたんですけど、本当実はそれ僕、まあ、そこ狙ってて、普段あのアプローチのバンド僕は黒いのをつけてるんですけど、まあ、あのアプローチってレザーの替えバンドとかいろいろあるじゃないですか。でその日はね本当そのリードの人とチーフと合わせたいなと思ってバンド変えたんですよね。だからそこを分かってくださるリスナーの方がいらっしゃったんだと思ってちょっと驚きました。いや嬉しいですね、分かっていただけて、というわけで、あの今回本当にたくさんの反響をいただいた、題名のない音楽会の収録だったんですが、最後に全くこうなんだ本当になんかあのちっちゃなお知らせなんですけど、LINE ってあるじゃないですか、 LINE、メッセージをやり取りする LINE アプリがあるんですけど、その LINE の、スタンプを作りました、自分の。あの実はまああの何だろう、太郎さんのねスタンプをもう僕も使ってるし、あとまあとある方の、スタンプが、ヴァイオリニストのスタンプも使ったりしてるんですけど、で、ああこれ自分のスタンプもあったら面白いなと思って、実はあのその後輩の子たちが最上さんのスタンプ作りましょうよって言ってくれてたんですよ。でなんかねいろいろ写真を撮って、
作ってくれてたはずだったんですけど、まあ、だんだんそういう盛り上がりもなくなるんですよね、大体ね。で、まあでも素材は揃ってたんですけど、結局じゃあちょっと俺自分で作ってみようかなと思って自分でとりあえず作ってみました。2パターンで、1パターンは、まあ、結構雑な感じになっちゃったんですけど、2パターン目は第2弾っていう名前で出てるんですけど、それは結構16スタンプあるかな。ちょっとね僕の後ろ姿顔は映ってないんですけど、それを使って、ネタスタンプを作りました。まあ、パッと見もがみとはわからないので、皆さんダウンロードしてぜひ挨拶定型文みたいな感じなので使ってもらえればなと思います。モガオスタンプという名前だったと思います。モガオはカタカナで、モガオオはね和音の方のオですね。アイウェオのオじゃなくて最後の方の和音の方のオなんですけど、もし興味があればちょっとネタ代わりにダウンロードしてみてください。俺結構なんか面白いですね、スタンプ。うちわで盛り上がる感じなんですけど、もしよければその全公開っていうのは公開にしたので検索していただければダウンロードできると思います。でダウンロードしたらぜひ僕に LINE 送ってください。 LINE 友達の方はぜひお願いします。というわけで、題名のない音楽会のお礼と、あとはスタンプのお知らせの動画でした。もうね12月なので寒くなってきましたが、昨日ねうち東京交響楽団新潟公演だったんですよ。新潟日帰りだったんですけど、新潟も寒かったですね、やっぱ。でもやっぱ東京も今寒いですもんね。皆さん本当体には気をつけてお過ごしください。またちょっとネタがあったら動画を撮りたいと思います。今日もお付き合いいただきありがとうございました。また、動画機会があったら撮りたいと思います。あとなんかないかな、お知らせすることかな。ちょっとね本番の後の雑感とかも、この前新世界の後って撮ったんですけどね、あんまり再生数伸びないですね、そういう真面目な話は。なんかね、なんかそれもちょっと寂しいなと思うんですけど、結構なんだろうな、まあまたネタがあったらあり次第運転独り言な感じで撮りたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。さよなら。